皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。静岡県内私立高校志願状況、これが発表になりました。私立高校の受験者数 28,213 人、平均倍率は 2.43 倍です。さあこれ皆さん、倍率高いと思いますか、低いと思いますか。今日ラジオを聞いていたら、今年受験する保護者の方から倍率が高くてびっくりしました、うちの子は大丈夫かしらなんていうのが読まれていましたけれど、大丈夫です。それほど心配しなくていいと思います。なぜならこの受験者数の中には公立高校との併願受験をする生徒の数、これも入っているからです。だから実際の倍率というのはこれよりもっと下がるんですね。倍率が高いからと、心配しなくて大丈夫ですよ。普段しっかり勉強していれば、その力を本番でしっかり出してください。そうすれば合格を勝ち取れるはずです。合格できるはずです。本番2月1日と2日ですね、この日頑張って勝利合格を勝ち取ってください。さてこの志願状況と一緒にもう一つお話ししたいことがあります。それは中学校3年生を対象に行われる2回の進路希望調査です。中学3年生は2回どこの高校を受験するのかという進路希望調査、これが行われるんですね。1回目の調査の結果を見ると、倍率の高い公立高校がいくつもあります。この1回目の調査の結果をもとにして、中学校の先生方、生徒保護者、生徒保護者合わせて三者面談などをやって進路のアドバイスをするわけですけれど、その後で2回目の調査が行われます。で2回目の調査の結果、これが人気公立高校の倍率が下がっていて、約3000人の人が公立受験から私立嘆願受験へと進路を変更しているんですね。これがいいとか悪い、これは言えないと思います。ただね、進路変更の理由3つほど考えてみました。1つは中学校の先生の立場なら、もちろん自分の生徒不合格にしたくない、だから進路をこっちにしたらどうですか、ね、今ここは倍率が高いので、同じくらいのレベルでこちらはちょっと倍率が低いから、こちらはどうでしょう、こういう指導をするわけですね。生徒を落としたくない、そういう気持ちから指導をしている先生がいると。2つ目、生徒保護者ですけれど、無理をして効率にこだわる、こういうことが少なくなってきてるんですね。無理して効率を受験しなくてもいい、こう思ってる生徒保護者の方が増えています。3つ目、僕はこれが一番大きいんじゃないか、こう感じています。それは大学受験も含めて私立高校の魅力がどん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 大きくなってきていると、こういうことです、ね、コースがいろいろ増えていると、学習内容も増えている、また選択できるものも増えている、イベントもいろいろあると、そういう魅力的なものが増えて私立高校を受験する生徒が現状増えていっているというのが実際の状況なんですね。そのため公立高校の中には定員割れをする高校、定員割れをするコースが増えていると、こんなことが起こっている、私はこう考えています。今日は静岡県内私立高校志願状況、これが発表されたということについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。